タタールの踊りオブロナポトチュナは15世紀から16世紀にかけてポーランド王国、ポーランドリトアニア共和国で活躍した傭兵部隊。王国南部の国境地帯でタタール、モルダビア、オスマン帝国、ワラキアの侵入を防いだ。ヤン1世15世紀半ばまでに南東の暮れないルーシアポリージャにオブロナポトチュナが組織されたのは1479年であるが それ以前から似たような軍事組織の創設がポーランドの政務では何度も議論されていた。舞台創設と資金調査を指揮したのは王国南辺の防衛に当たっていたヤンオルブラフトだった。15世紀末までにオブロナッポとチューナは高級的な組織となった。こうした形態の軍隊の必要性は15世紀半ばには認識されていた。 タタール人の暮れない粒子やポジーラへの侵入が頻繁に発生し、必要な時に軍を招集する伝統的なポースポリデルシェニエでは対処できなくなっていたためである。オブロナポトチュナの初代司令官、ヤンカルンコフスキは、後に傭兵エトマンにも任じられた。当初の規模は、不評1200人、騎兵900人で、必要に応じて増減した。 16世紀初頭の時点では2000人ほどであった。兵への給料はもっぱら王が支出し、貴族が負担することは、ほとんどなかった。タタール人との戦闘兵士の多くは、ポジーラやアルテニアのシュラフタで、カミエニエツ・ポドルスキやトレンボフラ、バールに駐屯した。過酷な環境と戦場をくぐり抜けたオブロナポトチュラは、当時のポーランド・リトアニア共和国最強の舞台となった。 また、オブロナッポトチューナは、国境防衛のみならず、ポーランド軍の遠征にも帯同し、モルダビアとのオバーギンの戦いなどで活躍した。1563年、ステファン・バートリが軍政改革を行い、オブロナッポトチューナは、常備軍、ボイスコクバルツァネにとって変わられた。リボニア戦争で活躍したステファン・バートリ期間の、了承の多くは、オブロナッポトチューナの指揮官出身であった。 ありがとうございます。